はい、どうも、メンヘロジさんです。おはようございます。えっ、ー、と、昨日は、全体的に大幅安でございました。株ですね。で、えっ、ー、と、まあ、今日は FOMC 通過して、えっ、ー、と、金利の引上げは年内あと1回あるということだったんですけど、今回はまあ何もなしということで、なぎだったはずなんですけども、まあ年内1回含み持たしたということで、えっ、ー、と、昨日の夜中先物は上がってたんですけども、今日マイナス140円というところでございます。というところなので、まあ、ひょっとしたらまだ下げが続くか。 可能性があるとというところでトータル500円ぐらい、今、先物を含めて下げているというところなので、えー、全体が下げるのか、あるいは反転するところは反転するのかっていうところで、まあ、ちょっと様子見というところですね、昨日はね、あのー、200円の下げの割には全体的に結構下げてたなという印象を持ってます。 はい。で、えー、今、持ち株が東京電力3700株なんですけども、えっ、ー、と、今、このまま持っておくか、一部を利格して、えー、一風堂、お米田コーヒー、インペックス、うエネオス、えー、この辺を、えー、まあ、ちょっと買いに行こうかな、というふうにも考えています。はい。えー、お祈り投資法でね、東京電力一本やりで行くっていうのもいいんですけども、買ってる時はそれでいいんですけども、負けてる時 えー、それを、えー、しているとですね、いつまでだっても、あの、ギャンブル投資法しかできないんで、えー、で、特に、えー、ここ何日かで、えっ、ー、と、インプードとインペックスは、あちょっと下がったんで、で、えー、インペックスこれから伸びる可能性全然ありますし、というようなところで、えー、セクターを分けて買っていくっていうのも一つかな、というところでございます。で、えっ、ー、と、コメダも言ってるのは、あ 力のもとと同じですね。一風堂と同じように、ファストフード、お業界では、まあ言うたら勝ち組に近いところなので、えー、そういうところは、あのー、これから伸びるだろうな、というふうに思ってまして、日本人が貧乏になっても、あの、行くところ。 えはあやっぱり、まあ、もう収益固まっているので、えー、安定して伸びるんじゃないかなというふうに思っているので、えー、これからもいけんじゃないのというところで、まあ、ここら辺を100株ずつぐらい持って、えー、東京電力の株をじゃあまあ1000株売りましょうかというふうにやって、バランス取るというのも一つかなというふうに思っています。 言ってるのと、実行に移すのでは、やっぱりこう、タイムラグがあったりとかあ、気持ちのブレがあったりとかっていうので、すべてがすべてそうやって思うようにはいかないっていうのが、えー、相場、あの、常ですし、私はこう決めたからといって、やっぱりその、えー、動きを見ながら状況を変えるっていうことをやりますんで、まあ、そこが、あぁ、まあ、だから、一流の投資家じゃないところなのかもしれないですけども、まあ、そういう、言うたら素人投資家のですね、おじさんの動きを見ながら、あ こんな、ほなことしてるやつもいんねんなとか思いながらですね、見てもらえたらなと思うところでございます。一旦今、えー、マイナス数万円の損を出しながら、今15万円ぐらいの含み益が乗っかってるというところでございます。はい。なので、えー、まぁ、あ、理はもういつでもしてもいいんですけれども、じゃあ、利確をした後にちゃんと後で乗っかれる銘柄があるのかとかっていうのは、 見ときたいなというところです。全体が下げてるときにその、えー、言うたら利益を取って、まあその下がったところを買いに行くっていうのは、一つかなと思ってるんで、特にインペックスとか、えー、今日上がると思うんですよね、多分。 うん東京電力は分からんです。あの、ただ、あのー、売買代金がやっぱり大きいんで、えー、力があるというか、粘り強さはあるなというふうに思ってます。関電3%か、あ3%後半ぐらい落ちたんですけども、東電1%後半ぐらいしか落ちなかったですし、えー、っていうこと、まあ、もの、あのー、値段が違うんでね、なんとも言えないんですけども、ただ、落ち具合が、あのー、全然緩かったんで、底堅さはあるかなと。 いう風うには思ってるんですけどもね。以上です。